須崎モータースなくなっちまった。大昔金庫食品っていうアイスクリームメーカーがありました。あのマンションとかね、45年ぐらい前に亡くなったかな。
2019年6月だったか、ホームセンターハイエースなくなっちゃいました。跡地はエディオンになるそうです。